ダッジチャージャー。チャージャーは、クライスラー社の一部門である、ダッジが販売している自動車。いわゆるマッスルカーの一つである、一般的な乗用車にスポーツカー風のボディを仮装した、スペシャルイカーとする場合もある。1966年に第一世代が登場し、2007年6月30日から2010年5月31日まで、日本市場でも発売されていた。 1960年代初頭、アメリカの自動車業界は、空前のマッスルカーブームに湧いていた。ゼネラルモーターズが、ポンティアックや、オールズモビルから、フォードモーターがマーキュリーからそれぞれリリースしたこれらの、マッスルカーは、売れね売れ、各社の売り上げに、多大な貢献を果たしていた。しかし、ダッダー後で宣弁を切って、マッスルカーの火付け役となっていたはずのクライスラーは、 これら後続して発表されたモデルに対抗し得る。モデルをラインナップしておらず、完全に後人を廃する形となってしまっていた。チャージャーは、当時大人気を博していたこれらのマッスルカーに対抗するために、クライスラーのマッスルカーの象徴として企画された。まず1964年、オートショーにて、チャージャーのコンセプトカーが登場した。このコンセプトカーは、B プラットフォーム、 インターミディエートを使用したダッジポラーラがベースであり、それをロードスタースタイルにしたものであった。翌1965年には市販モデルに近い状態にブラッシュアップされたチャージャー E を発表する。これらのコンセプトカーを経た後、ダッジ販売店側からの要望を調整し、チャージャーは1966年に発売された。販売後そのパワーが市場に受け大ヒットを果たす。 だが1970年代に入ると、オイルショックの影響を受け大幅なパワーダウンを果たし、その際モデル画に系統に分離する。その後何度もボディデザインの変更が行われ、デビュー当初から大幅にスタイルが変わっていった。1980年代には、第2世代がデビューするが、第1世代とは、打って変わって、FF ベースのサブコンパクトである。 ダッジオムニの上級グレードとして設定され、かつて流星を誇ったマッスルカーのイメージはなくなる。その後1987年に生産を終了、しばらくチャージャーの名は表舞台から姿を消すこととなる。しかし1999年に突如コンセプトモデルとして復活、その後2005年から4度アセダンとなり市販されるに至った。 チャージャーは当時ダッチのラインナップに存在したコロネットというセダンをベースに2ドアファストバックのボディを仮装していた。グレードはいくつか存在したがすべて V 型8気筒エンジンを搭載しており最上級のモデルには426ヘミという高性能なレース用エンジンのストリートバージョンが設定された。このモデルは400馬力を超えるパワーを持ち停止状態から時速60マイル。 約9 6 k m まで6秒弱で、加速するという当時としては強烈なパワーを誇った。デビューから翌1967年には、排気量449ビックインチ、イコール 7210cc のマグナム V8、エンジンを搭載するチャージャー R-T が登場。独特な外装が与えられたモデルだが、今でもチャージャーを特徴付けるものとして人気が高い。また、 チャージャーは1971年から1972年までスーパービーというマッスルカーのベースにもなった。強力なエンジンを積んだチャージャーはレース関係者の目も止まることとなり、ナスカーなどのアメリカンレースでの使用を意識したモデルチェンジがなされるようになる。当時、ナスカーは本当の意味でストックカーレースであった。特に1969年に登場した。 チャージャー5 0 0ース志向が強く、これをベースにダッチチャージャーデートなが、兄弟ブランドのプリマからもプリマススーパーバードとして発売された。これらがダッチに今まで継続されているレースと市販車の距離が近いというイメージをつけていく。この第1世代チャージャーは、モデルチェンジを繰り返しながら1978年まで生産された。なお、この第1世代チャージャーは、 スティーブ・マック・イーンが主演した1968年の映画ブリッド・ニ・モバ、マック・イーンが運転するマスタング・ g t 390とカーチェイスを演じているほか、1979年のアメリカの TV シリーズ爆発、リュークでは主人公の愛車として登場したほか、映画 TV でのカーチェイス場面で多く使用された。モア・パワーの象徴であったチャージャーであるが、 それが続いたのも1960年代までで、1970年代に入るとオイルショックによる影響で、チャージャーは1972年から1975年にかけて大幅なパワーダウンを容疑なくされた。かつては400馬力を誇ったパワーは140馬力へと大幅にパワーダウンされ、ボディデザインもそれに合わせて段階的に変更された。 さらに1975年からは、チャージャーは、ベーシック系、チャージャーや、チャージャースポーツとラグジュアリー系、チャージャー SE が完全に差別化されたことにより、同盟車種を監視ながら2種類のモデルへと分かれる。ベーシック系のチャージャー、チャージャースポーツは、姉妹車である、ダッチコロネットとほぼ同一デザインとなり、エンブレムなどが違う程度のものであった。 コロネットは1971年から4ドアのみの販売であったが1975年に2ドアが復活している。一方、ラグジュアリー系のチャージャー SE は、それまでがチャージャーの通常モデルに高価装備を増やしただけであったのに対し、1975年からは同一プラットフォームではあるが、デザインは前後となり、さながら別の車のようであった。ただ、チャージャー SE は、 同じくして、姉妹車として同時に販売開始された、クライスラー・コルドバーと姉妹車の関係にあった。1976年、オイルショックからの一時的な抜け出しが果たされ、クライスラー・プリマス・ダッチの大型車販売が伸びたため、ベーシックなチャージャー、チャージャースポーツの販売は終了する。これらの後継者は、新しく開発された、M プラットフォームを使用したダッチディプロマットとなった。 ベーシックモデルが生産終了となった後もチャージャー SE は生産を継続し、1977年にはチャージャー SE をベースにダッチ,チャージャーデートナの名前が復活する。チャージャーデートナの名前は1969年以来であった。オイルショックはの影響からは脱却しつつあったものの、再来を恐れたためかつてのチャージャーデートナのようにロングノーズ、 クウィング、ハイパフォーマンス V8 などは使われなかった。ボディには大きなストライプが飾られ、サイドにチャージャーでトーナの文字が飾られた。1978年、チャージャー SE は最後に生産終了する。チャージャー SE の後継モデルは、同じ B ボディを使用した、ダッチマグナムであった。なお、1970年から百八十一年まで、ダートの スペシャルオプションパッケージのハードトップ版がチャージャーの名でブラジルの現地法人で生産されていたことがあった。また、1970年代のチャージャーの生産台数はわずか5万台ほどと少ない。そのためレストアするには交換用パーツが少なく非常に困難な車の一つとなっている。1982年、今までダッチから3ドアのハッチバックとして 販売されていた、ダッチオムニの上級グレードであった、オムニレニオンが、オムニチャージャーへと名を変える。翌1983年、オムニの文字が外れ、単に、チャージャーという名称となった。先代モデルとは、打って変わって、本モデルは FR ではなく、オムニと同じく、FF レイアウトの L プラットフォームを使用していたため、サブコンパクトのジャンルに入っており、 パワーも大きく縮小していた。またボディスタイルは、オムニ・レイ・ニ・オンと基本的に同一であったが、デザインは差別化が図られており、特にフェース周りは全く異なっていた。なお、プリムス・ツーリスもダスターとは、姉妹車である。ラインナップは、ベースモデルであるチャージャー、チャージャー2.2、そして、キャロル・シェルビーがチューンした、ダッチ・シェルビー・チャージャーというモデルが存在した。 シェルビーチャージャーは通常モデルのスポーツパッケージという位置づけでスタイルが専用のものへと変わりエンジンのパワーは107馬力まで引き上げられサスペンションは通常よりハードなものへと変更しマニュアルミッションのギア比も見直されたなおシェルビーチャージャーの AT モデルはオプション扱いであった1985年キャロル・シェルビーが シェルビーチャージャーをベースにさらにチューンを施したホットモデルシェルビーチャージャー GLHS が販売された。GLHS は専用のシェルビーエンブレムが施され、グランドエフェクトが変更されたことでスタイルがさらに大きく変わりターボチャージャーを搭載したことで175馬力までパワーが引き上げられた。またコニー製ショックや Z タイヤなど 足回りも見直されたことで最高速度時速 217km をマークし、ベースモデルとは比較にならない性能を得るに至っている。1987年にプラットフォームを共有するダッチデートナと一本化され、生産が終了となる。1999年にダッチからチャージャーの名を与えられたコンセプトカーが発表され、2005年に チャージャーは4ドアのセダンとして復活した。ボディはドアの数こそ違えど第一世代モデルを彷彿とさせる大柄なもので搭載するエンジンはハイパワーな設定で往年のアメリカンマッスルカーの復活を思わせる車に仕上がっている。シャーシはクライスラー300、チャレンジャー、マグナムと共用の LX プラットフォームを使用している。 デビュー当初はベーシックな V6 エンジンを搭載した SE 及び SXT の2種類だけであったが、翌年の2006年には、シカゴオートショーにて、往年のスポーツグレードと同名である、チャージャーデトナー RT が発表される。SE からは、外装が変化し、5.7リットルの V8 ヘミエンジン、350馬力を搭載、ホイールは20インチクロームが手が割れた。 また2005年のニューヨーク国際オートショーにて、SRT-8 というモデルも登場した。SRT とは、ストリートレーシングテクノロジーの略称で、クライスラーのハイパフォーマンスカー開発プロジェクトのことで、ある。6.1リットル、431馬力のヘミ、エンジンがおごられ、ブレンボのブレーキを採用しており、パフォーマンスは、往年のマッスルカーを大きくしのぐ。 さらに2009年には SRT-8 をベースとしたチャージャースーパー B の名前を持つモデルが登場、先代限定で販売された。なお、チャージャーはフォーミュラ D にも参戦しており、スウェーデン人ドライバーのサミュエル・ヒュビネットにより、2006年後半からチャージャーをベースとしたドリフト車がデビューした。FR で大廃棄量エンジン搭載かつ、 自然吸気でも500馬力を誇っている。また、デートナー R、T と同じデザインを持つマシンがナスカーにも参戦していた。本モデルから日本へも正式に導入されているが、2009年にクライスラーが連邦倒産法第11章を申請したことにより2010年モデルの導入そのものが凍結されてしまい、2014年8月現在に至っても導入は未定のままである。 2012年モデルから大規模なフェイスリフトが行われ、フロントライト、リアライトの衣装が変更となり、ダッチチャレンジャーに似たものに変更された。また2015年には、再び大規模なフェイスリフトが行われ、より洗練されたボディへと変更された。このモデルには、パトカー仕様がある。参照。エンジンは5.7リットルの V8 ヘミエンジンと、3.5リットルの V6、基本的には民間用のものと共通しているが、無線機や端末などをセンターコンソール部分設置するため、シフトレバーがコラムシフトになっているなどが異なる。アメリカ国内のいくつかの警察、保安官、ハイウェイパトロールにおいて、捜査用や経来用車両としての採用実績がある。2006年8月、アメリカ最大の警察機関であるニューヨーク市警察が15台を 試験的に導入した。その際の調達価格は1台あたり28,511ドルであった。2011年モデルは大幅な変更が行われた。外観ではテールライトがチャレンジャーに似た横長のものになり、ヘッドライトの異常も変えられた。機構では V6 の排気量が 100cc 増の 3,600cc になり、また V6 と V8 ともに 可変バルブ機構が付けられ、いずれも出力が向上している。2007年6月30日に、ダイムラークライスラー日本、当時、現在は、クライスラー日本が、ダッチブランドの再導入に合わせて、第三世代が日本としては、初めての導入となった。導入時のグレードは最上位の SRT-8 のみで、左ハンドル仕様での導入となった。 初年度の輸入台数が少なかったせいか、早期完売となり、販売市場の要望により、同年12月26日に2008年モデルが、シルベ入る形となった。2008年モデルから、新たに RT が追加され、こちらも左ハンドル仕様のみの導入となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。